extra name.営業中のお店なんで、はい、台が空いてるかどうかというところです、ね、結構ね、そう仕込んでましたよ。今ね、多分5000発、5500個ぐらい持ち玉があって、投資が4000円なんで、やばいっすね。いや、今いい感じです。今1万5000円使って当たりゼロです。これだから動画の前編見た人はもうみんな平山マン、平山マンでしょ。応募がねヘビー級ですから、こいつは一発の重みがあるんで。さあ、これで残りがまああと1時間ぐらいですね。このまま追い続けるのか、残り1時間でちょっとまだ当たりが引けそうなやつに行くのか。いや、でも最初からね、2万打ってやめるぐらいなら無双座ってないっていう話ですよね。やっぱここは当たるまでいかんとっていう気持ちが強いです。まあ、あと平山さんに差つけられてるんで、大きい手玉を得ないと勝てないでしょう。もう一度あのハマリ台を掘るか、800ハマリ、こっち側に移動しようかな。こっち、ここに移動します。じゃあちょっとこっちの別の台に移動してきました。ちょっとあの当たる前移動しようかなみたいな感じで思ってたんで、まあもう一台試してダメだったらまた別の台って形でちょこちょこ行こうかなと思います。あ、719回転回ってますね。みんな結構粘るんですね。下からお乗ってる。しかもでなんかすごい同時になってない？あ、5やイエーイ嬉しい。わー、リンボー美しい。よし、775回転確変を当たりいただきました。強いな今日。こんな多分使ってないから弾、もう2連でも確実にさっきよりは弾増えます。嬉しい。お、あー、これガセかな。長くない？長いよ。なんかおー、でも何にもない。あ、でかいのある、あるよ。確変中、確変図柄熱いか。あ、普通の蝶、おし、エンチャンできたぞ。素晴らしい、57回転、2連チャン目。よし、あんなも何もないとちょっと怪しい。超赤い、よし、なんか1個あればね大丈夫なんで。あ、炎目、いやー、いい感じです。3連目、今5箱あるんで、もうちょっとで1万発ぐらいですかね。1万発出すとやっぱり海の方がいいんですよ。2万発、3万発ってなると、そのもっと荒い台に行った方がいいと思うんですけど、1万発は結構出せる海で。これノーマルじゃないの？あ、違う、これは当たらんやろさすがに。
当たるんだ花開いてたんだね、これは大丈夫パターンです。それでプラス1万発に乗ります。海でも出せるんですよ1万発。確かに無双は2回で5000発出ますけど、4ラウンドもあるんでね、あれはこれ全部銃なんで、津軽揃いは安心安全の海です。これはまずいよ、これは花開いてないから。あーこれはさすがに終わったかな。あーこれもねダメなんですよ多分ね。1番とこれついてる。いやでも頑張った、十分頑張った、5連チャン。いやー厳しいっすね。うまい棒行きましょうか。うまい棒空いてたらちょっとうまい棒行きましょうか。もう、まあ、言ってもゲントラッシュポテンシャルは高いですけど、3時間でバー出る感じもないんで、ちょっと移動しましょう。お、移動しましょうってこういうのが当たってくれたらね最高ですけど、ただ保留は青、タイマーはちょっと長めですもんね。圧いや弱いな、赤保留にはなったけどちょっと発展先が弱いな。いや移動だな、ちょっともう時間がない、これを追い続ける。赤保留何回外してんだ。あ、3000円しか使ってないよ、4000円じゃなかった、5000円やったもんね。3000円でした投資。いい日だ今日は。で終わりかな、一旦終わり。いやもう大満足です、今ので5連チャンでも時間がねもうちょうどいいなんで、これ保留見たら終わりにしようかな。では、取り切ったところでちょうどね時間が来たので実戦を終了したいと思います。今日はもうほとんど当たりっぱなしの3時間だったんですけれども、すごく楽しい実戦になりました。ハイウェイスカースモードは最高なので皆さんにもお勧めしたいです。お疲れ様でした。はい、ちょっと今回当たりなしで終わる可能性があるんですけど、今2万4000円使っててあと6000円、ちょっとね時間の方が少なくなってきたので、ちょっと1回当てれば大きな出玉もらえるかもしれない台に行こうということで、うまい棒に行きましたね。大当たり確率は34分の1、スタートに球がしっかり入れば大当たりを引ける可能性は十分、かなり勝ち目がない状態になってきたんで、ちょっと最後面白い当たりでも1回残せたらなと、まあ、要はこの下のクルーンの赤いチャンスっていうところありますよね。全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9 かな、9つマスがあって、そのうちの3つがチャンスのマスなんですね。そこに球が入ればデジタルが回ります。あ、これですね。でこれで1回転回ります。で図柄が揃えば大当たり34分の1、出玉は4,500から1,500、34分の1なんでね、数回転で当たる可能性も全然ありますよ。ダメか、残念。おー、いった、おー、入った入った、2回転目。
ピーチにならんな。あ、もう一回だ。これチャンス。ここはリーチになります。さあ3点敗。結構赤文字だったりとか、まあ、チャンスパップパターンもいくつかあるんですけど、このエフェクトだったりとか、あ、これ今チャンスアップですね。赤ちょっと音下げようか。当たってくれたらいいけどな。当たれば最低4500発、そこから1500、1500、1500みたいな感じでループさせれるかどうか。外れ。いやー、最悪の最悪の一日だった。当たりなし。時間が来た。これで終わりだ。終了です。当たりなしでした。いやー、3時間あっという間っすね。あと3時間ないと無理ですね。ミドルは終了です。はい、実戦終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、最後までハラハラドキドキのバトルでしたけれども、なんか、え、なになに、収集紙見てるんですか。あ、ちょっとあの玉をメモしたんで。あ、なるほど。あ、じゃあ出玉あったってことですか。出玉ありました。交換もあったと。交換しました。あ、いい勝負かもね。まあ、こっちはね、一撃必殺の機種売ってるんでね。お、しかも2機種。じゃあ結果の方ちょっと聞きましょうか。はい、海でですね、私沖海5を主に打ちまして、はい、投資が3000円。安っ。で、2回発当たり取りまして、はい、出玉が 11,771玉。そんな出たんですか。そうなんですよ。最後また5連して、で収支がプラス 19,771玉。すごい。なりました。それはすごい。やりました。もう海は本当に相性も良くて出るんですよ。出るんですね、はい、僕ね、沖海5はそんな出るイメージ正直持ってなくて。本当ですか。まあ、せいぜい3000発4000発ぐらいをちょこちょこ引いていく感じかなと思ったんですけど。いやいや、1万発私何回も出してます。そうなんですか。それしました。やりました。ちょっと偉そうなこと言ってすいません。僕の方はですね、はい、当たりゼロでございます。あら、まさかの。はい、マイナス3万円で。まあでもよく3万円に抑えたと思いますよ。確かに。当たりゼロで。いや、でもきつかったな。もうやっぱ悪い性格が出ちゃって、座った台はやめれないんですよ。当たるまで、うん、そう、当たるまで。で、やめるんだったらもう一発狙いっていう悪い癖が出てしまって。というわけで今回平山さんの勝利を予想された方に抽選で、はい、5名様天岐阜の方をプレゼントさせていただきたいと思います。さあ、平山さん、今日キコの加古川店さん来ましたけど、はい、パチコーナーだいぶ盛り上がってましたね。いや、かなり盛り上がってたし、はい、特に寝台の北斗と、刑事、ね、かなり出てました。僕もあっち空き台ないかなって見たんですけど、全然開かない。開く気配がなくて、海もこうある程度盛り上がってましたけど、海もですね、盛り上がってて、状況もかなり良かったですか。今日の中では、その寝台は分かんないですけど、うん、はい、それ以外だと一番良かったんじゃないかなと思います。さすが、しっかりそういうコーナーに行かれて、はい、僕はもう欲にまみれた実践で、もう状況なんて関係ねえよって、うんうん、当てりゃ出る台行こうぜっていうのがちょっと悪い方向出てしまいましたけれども、うん、もうちょっとね、時間があれば結果違ったのかなと思います、うん、さあ、というわけで今回は非常に僕は残念な結果でしたけれども、1万発以上の交換、さすがですね。いえいえ、なんかこうお会いして話すたびに、いや最近調子悪いとか昨日負けたということをよくおっしゃってるんで、すごい負けてるイメージあるんですけど、本当そうなんですよ。実際こう一緒に打つと大体出すじゃないですか。確かに。なんかね、なんかちょっとムカつくんですよね。全然勝てないこっちはと思って。まあね、でもまた次回もバトルあると思いますので、はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけで今回のバトルはこれまでとなります、まだまだキコーラチャンネルではいろんな番組配信していきますので、チャンネル登録がまだお済みでない方、ぜひこのキコーラチャンネルのチャンネル登録と、面白かったよっていう方はいいねの方もよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。